川瀬洋太は日本の俳優。神奈川県川崎市出身。北海道札幌市で生まれ、札幌の母方の実家で幼年期を過ごす。その後、神奈川県川崎市に移る小・中、高校生活を送る。高校卒業後は、デザイン関係の仕事に就くためにクワサーデザイン、研究所へ入学。卒業後、主に映像関係の仕事を経て俳優に転身。 俳優デビュー時から現在まで一度も事務所に所属することなく20年以上フリーで活動をしている。映像関係の仕事を始めた当初は企業 PR 用の PV 制作に携わっていたがやがて映画の世界に足を踏み入れる。当初自主制作映画の助監督の仕事を中心に活動していたがたまたま参加していた福井正人監督の自主映画ラバー。 エスラバーが、資金的な行き詰まり状態になり、監督から主演を命じられたことが役者への転身の、きっかけとなる。結局、この作品がそのままデビュー作となる。この後、福間賢治監督の、急にたどり着いてしまうに出演。この映画の制作に参加していたスタッフの多くが、たまたまピンク映画出身であったため、そうした経緯で、せせたか久監督をはじめとしたピンク映画の関係者と、 交流を深め、その後多くのピンク作品に参加するきっかけとなる。ただし、ピンクに参加する以前は、ピンク映画に関する興味、知識は全く持ち合わせていなかったと後のインタビューで、本人が語っている。現在は、一般映画やテレビ分野へ進出しており、中でも、旧知の瀬瀬隆か監督作品には必ずと言って、良いほど出演している。1997年キネマ旬報の、 新人賞候補に選出。2016年には映画ローリングとやる男での演技が認められ、第25回日本映画プロフェッショナル大賞主演男優賞を受賞。持論は与えられた環境にいかにはまるか。一般作品ピンク映画。ありがとうございます。